藤野君、君たちは十分働いてくれた。都に引き返されてはいかがか。河内参謀、冗談はよしてください。冗談ではない。私は本気だ。でも、江戸まではまだまだじゃないですか。名所、今般、ご出世、先方元を仰せつけられ、勤労有志の命名と、赤心愛定め、出張候補では、ここに刻印を押して、藤野さん、この前に大事な名所に刻印では、後の日までの笑い者になります。それはやっぱり憲法やで。でやろ。それは鉄板の方が鳥取藩にわしらの決意が伝わりますね。胃の切り傷ぐらいすぐ治りますね。絶対に鉄板です。わしは鉄板にします。お前らがそこまで言うてくれるなら鉄板とする。拙者は図宗領主軍家院主の永井半五郎と申す。これはこれは、軍官殿が自らおいでとは、それはおいことでござる。いやいや、小田原の小田に取り出されたので、食料、なんと不都合なことでもありませんかと、これはこれは、かたじけない。とでも言うと思ったか、この打ち切り笑いが。何？我らは上野の将棋隊蜂起に合わせて幕府方に寝返ったのだ。バカめ。この裏切り者めらが。あの世で世の中が変わっていくのを見ているだろうな。鳥取の人間はそうしておこかしいので自慢話にも出さん。養鶏ご一心に貢献しとるだで。鳥取は一心の先駆けなんじゃ。